はい、こんにちは、野方博です。今日はね、また病院に来てるんですけど、今日はCV ポートのこの傷跡、これを縫合しに来ました。なんか日帰り手術みたいで、なんかちょっと大丈夫なのかなとか思いますけど、ね、これから行っていきたいと思います。はい、今術着に着替えて手術待ちです。はい、ということで無事手術終了しました。ここのとこ皮膚がなかった部分をこうちょっと切り開いて皮を伸ばして縫合したみたいです。今のところね、痛みは全然なくて、まあ局所麻酔もしてたんであれなんですけど、まあ多分この後もそんなに痛くはなんないと思います。でもこれでね、ようやくずっともう半年ぐらいね、お風呂も入れない状態だったのがこれで治るといいんですけど、ということで野方博でした。じゃあね。